茜響。逃がさない。時は天明7年、先の日の輪の国での大乱と時を同じくして老中田沼意次が失脚、新たに老中の任についた松平定信により官制の改革が執り行われた。しかし各地の飢饉や大火、打ち壊しによる混乱は消滅を極め、悪鬼邪気ともいえる暗雲は今や日の本全土を大湾としていた。幕末の剣士高根響はその眼を開き、己が異なる時代、見知らぬ土地にただ一人佇んでいることを知った。不安に駆られる少女の思いに応えるかのように、強風が西へと向かって吹く。その風に背を押されるように、響は沈みゆく月の方向へと歩き始めるのであった。真剣勝負一本目、始め。勝者茜響。二本目、始め。てやっ、はっけん、はっ、はっけん、はっ、てやっ、はぁ、もう、てふやっ、ゴールあり。勝者茜響。弱いからそうなる。忍者じゃなくて僧にでもなれば、刀で切っておいて正義を語るなんて都合が良すぎるわ。カムイコタン。カムイの戦士の名にかけてこの先には行かせません。茜響バー真剣勝負一本目、始め。
勝者高根響き。まず一つ。二本目、始め。行きます、行きます。弱いからそうなる。ふーん、鷹は逃げるんだ。主が死んでるっていうのに薄情者だね。外流島牛の国。冬海に身を尽くしても我ゆかん。真剣勝負一本目、始め。やっ、ここはっ、こっち。もうてぇ、はっ、やっ、はっ、こっちで。勝者高根響き。まず一つ。二本目、始め。響き。弱いからそうなる。冥府魔道でまた会いましょう。その時も斬り合いましょうね。真剣勝負一本目、始め。はっ、やーはっ、発見パワーグラデーション。もう、やーはっ。12 seconds late。
高根響き。まず一つ。二本目、はじめ。やあ、パワーグラデーション。もう、はあ、パワーグラデーション。もう、やあ、パワーグラデーション。もう、響き。弱いからそうなる。いってってて、危うく死ぬとこだった。真剣勝負一本目、はじめ。やあ、なっちゃもう、はあ、やあ、はあ、発見。もう、はあ、やあ、もう、よいしょ。なっちゃもう、で、発見。勝者高根響き。まず一つ。二本目、はじめ。もう、やあ、やあ、で、はあ、発見。もうここ決まった。勝者高根響き。弱いからそうなる。ずいぶんと大きな体だね。切りごたえのある大きなかかしと変わらないけど。味方ヶ原。真剣勝負一本目、はじめ。はぁ、どっちだっちみっつ、ぬりゃ、イノシ課長。もう、てぇ、やぁ、もうや、はぁ、てぇ、どっちだっち、やぁ、うりゃ、はぁ、こと、てぇ、やぁ、はぁ、ふっ、やぁ、もうや、やぁ、勝者高根響き。まず一つ。二本目、はじめ。はぁっ、ラオーガン、メダールだ、消えろ。もう、ここ、やぁ、すげ、
岡上源十郎。最終戦始め。はもう見ること、勝者高根響き。弱いからそうなる。ねえ、人斬りの先輩として教えて。罪悪感って何人斬って消えた？外流島羊の国。お前さんが相手かい。泣きを見ても知らねえぜ。真剣勝負一本目始め。まず一つ。二本目始め。響き。弱いからそうなる。いってってて、危うく死ぬとこだった。隅田川。あなたのような剣豪と相まみえ、どう切ろうかと考えるなんて。12 seconds later。 たかが一回の人斬りがわしに挑むか。刀に見入られし愚か者に殺されるほど甘くはないぞ。高根響き真剣勝負一本目始め。はにゃっ、行くぞ。はっ、もう、やあ、発見。
もてんはてもうもうここ逃がさないやあてい決める勝者高根響きまず二本目はじめた発見やあやあてたえい発見てはやあ見切るそう覚悟してよかったわ勝者高根響き弱いからそうなる有名な剣豪を斬ることができるなんて本当にここに来れてよかった辛い苦しい憎い何もかも滅べおあなたが私を呼んだんですか未練や恨みを切るなんて初めて、はあ、ちょっと楽しみ真剣勝負一本目始めかわせやはりだけくるはっけんはっけんはっけんやはっけん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 やはっけんいきます発見やあはい発見でここはい発見やあ発見はい発見勝者高根響きまず一つ2本目はじめやあやあ発見はっけいやあやあはっけいやあはっけい来るなはい
高根響き。弱いからそうなる。桜舞い散る中に響きは立つ。曇天は晴れ、柔らかな光が辺りを照らしている。道中に至る剣士との死闘を思い出し、響きもまた口元を緩めた。私がここに来た理由はきっとあの剣士たちと戦うためだったんだろう。目を閉じた響きの体、桜吹雪が優しく抱き留めた気がした。響きがまぶたを開けば、そこは旅の道中にわか雨に降られ飛び込んだ古い小屋の中だった。旅路へ戻らんと立ち上がる彼女の肩からひらりと桜の花が散る。その小さな花弁を踏み越え、響きは父の墓に向かい歩き出した。墓の前で手を合わし、響きは己の道を思い返す。あまたの剣士と戦ってきた。刀を交えるその度に父の言葉に心づく。刀は人を殺めるもの、そして人を斬る魅惑に抗えるものはいない。たとえ刀匠であろうとも。彼女はその場を後にした。こたびの旅路も血濡れの道、少しでもあの男へと近づくために。あの男と生きてる間に会えるかな。冥府魔道で斬り合いってのもなかなか楽しそうだけど、できれば現世で斬りたいわね。サムライスピリッツ。